こんにちは、MB サポートの管理人です。今回は、Windows 8が壊れたので、PC リフレッシュを実行してみます。PC 設定全般の、PC をリフレッシュするの、開始するボタンをクリックします。PC リフレッシュを実行すると、Windows Store アプリ以外のアプリケーションを、再びインストールする必要があります。また、ユーザーフォルダーは引き継がれますが、それ以外のファイルは失います。しかし、C ドライブのデータが、Windows.old フォルダーに保管されるので、例えば、プログラムファイルに作成したファイルなどは、そこから新しい環境に移動できます。インストールメディアを要求されるので、光学式ドライブにセットします。なお、Windows 8から Windows 8.1 にアップグレードした場合、所有するインストールメディアが Windows 8だけなので使えません。その場合は、システムが正常なうちに、USB 回復ドライブを作成する必要があるとのこと。なんやかんやで、最新 Windows のインストールメディアを持っているのが、一番便利だと思います。リフレッシュボタンをクリックします。再起動されます。PC のリフレッシュの準備が終わると、リフレッシュが始まります。おそらく、これにかかる時間は、環境により異なります。ほとんど使っていない私の環境では、100% になるまで、10分ほどかかりました。2回目の再起動です。デバイスの準備中。100% になりました。準備中。3回目の再起動です。そろそろか?リフレッシュ前に使っていたアカウントで、サインインします。こんにちは。だいたい、ここまで来るのに、20分くらいかかっています。できたら?ほうほう。チャームを表示するのね。もうちょっとかな?サインインしてからも、Windows Store アプリをたくさんインストールしていると、時間がかかります。はい、始めます。Windows 8の、PC のリフレッシュが完了しました。Windows Store アプリ以外も、継続利用できれば、本当に便利なんですけどね。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。